皆さん、こんにちは。今日はですね、ハワイに行ってきます。ご機嫌な用事ですね。ギリギリで間に合うかなと思って当日パッキングしたんですけども、本当にギリギリまでかかって予約詰め終わって、今から羽田に向かいます。それで、明日朝起きたらかな、ハワイに着いてると思います。バイ。そんなわけでハワイに着きました。アストンワイキキビーチホテルというところに泊まっています。子供の頃からね、たまに連れてきてもらったんですけども、いつもオアフはこっちに、ここに泊まってました。懐かしいですね。こんにちは。今荷物置いてきて、泊まるところが、なんていうんだっけ、コンドミニアムなので、フードパントリーに、違うか、フードランドに来ました。アメリカサイズの食べ物たちです。1日目のパパイヤです。これを日本に帰るまでに食べ頃にするのが好きです。夜のワイキキはこんな感じです。ちょっとコロナが終わっていろいろお店も変わったんじゃないかなと思いますが、この風と音楽と気持ちよさはどんな時に行っても変わらないですね。この実際の炎を使ってるライトも珍しいですよね。朝です。めっちゃ気持ちいいです。 T シャツ買っちゃいました。かわいい。 こんな感じでハワイはですね、いつも子供の頃はマウイ島にも行っていて、マウイ島が7だったら、オアフは3くらいかな、それくらいの割合で来ていました。なんでオアフはちょっといるって感じだったんですけど、気持ちいいです。この空も海も本当に青くて気持ちいいですね。そして動物園です。フラミンゴたちはずっと喧嘩してましたね。そしてこのクジャクは檻にの中にいるとかではなくて、中庭に普通にいます。この花見てたら、甥っ子がね、かおちゃん中入ってって言って中入ってたら、こうやってクジャクがいました。びっくりしました。ホノルル動物園はこういうカメとかもいて、カメのお昼ご飯は何かわかりますか？ハイビスカス食べてました。おしゃれですね。こうやって動物近くで見ることなかなか最近なかったので、予想外にすっごい癒されちゃいました。私はね、子供のためとか思ってたんですけども、気持ちいい。このヤギの首についてるポロポロは何なんだろうね。ずっとヤギが可愛くて、もう。そしてお昼はチーズインバーガーパラダイスで食べて、ここはニーマンマーカスです。お買い物して帰ってきたら、せっかくコンドミニアムでキッチンもあるので、ご飯を作ります。ご飯はですね、いつもうちはやっぱりアメリカのご飯、胃が疲れるので、だいたいコンドミニアムに泊まっていたので、なんかそうめんとかいう記憶がハワイで食べるものの中にあります。こんなカレー作ってました。土曜日です。もちろんマーケットです。KFC って言うんでしたっけ？土曜日のマーケットに来ました。大好きなアサイボールと、誰か、誰だろうな、お兄ちゃんたちかな、誰かが買ってきたコーンもらったり、犬いますね。コーンも美味しかったです。あと大好きなパパイヤです。すっごい美味しかった。お花も売っていました。フレッシュで綺麗ですね。もうパパイヤいっぱい買ったんですけども、何度も欲しくなっちゃいます。で、帰りはカハラモールに寄って、私はこの床の柄が本当に懐かしくて大好きです。ホールフーズはですね、物価高でびっくりしましたけども、こういう可愛いグッズもいっぱい売っていました。そしてホテルの方戻ってきて、前のワイキキビーチでみんなで水に浸かって疲れたねって言いながらご飯を食べに行きます。なんて名前だっけ、フラガールだっけな、アウトリガーの2階のとこなんですけども、ご飯も美味しいし、風も気持ちいいし、最高の場所でした。おはようございます。今日はご飯食べにハレクラニに来ました。行ってきます。朝ごはんです。ハレクラニです。いつ来ても綺麗。
ハウスウィザウタキーっていうのがですね、あのビュッフェになっているところなんですけども、こうやって風通しがいい場所で、あ、虹が出てます。2階からのビューはこんな感じです。帰りにちょっとリッツカールトンのディアノデルカによってここでしか売ってないものもあるみたいだよっていうのを見てきました。ハワイのハワイ限定のものもあるし、この青いバッグはバナナと色がマッチして可愛いです。こんな感じでハワイの前半は終わりましたかね。ではまた。